決着をつけよう。決着をつけよう。こんちゃん、今日はまたツイッターのねダイレクトメッセージにおいて、新しく紹介を受けた 3C 連ドラというものをね今回紹介していこうと思うんやけども、ちょっといつものごとくね、まずはこのまあ証拠っていうか証拠じゃないけども、これまずダイレクトメッセージをまず読んでいく。まあ長いからね、ちょっとせっかくなので読んでいこうと思うんやけども、今回はそこそこに強いデッキを作りました。ご報告します。テーマは連ドラになります。いくつか動画が上がっている中申し訳ない。火、闇、自然の 3C 連ドラと。まあ連ドラはね結構やっぱバジラ構築の中でもやっぱ最先端技術というか、非常に強い構築やからね。そしてポイントが圧倒的なドラゴンの数と。やっぱドラゴンの数を上げることによってバゲルハゲガイザーから生まれるドラゴンたちというものが非常にこう確率を上げると。それから驚異的な瞬発力。これはね、やっぱナイキとアディダスを比べるみたいな感じで、やっぱその瞬足っていう靴があるみたいな感じなんですよ。要はアディダスを超えてるんですよね。で、ヒヨコたちが主役のデッキになり、そのため手札事故とヒヨコ駆除が大弱点になってしまうのが難点と。とりあえずコッコルピアとトットピッチというものをうまく活かしながら、まあ、戦っていくという2文字を展開していきながら、圧倒的なドラゴン数でバゲルハゲガイザーの安定感抜群と。やっぱバゲルハゲガイザー出したからには、いやバゲルハゲガイザーから出るドラゴンというものは確定で呼び出したいからね。よろしければうまくいった動画と構成を撮りましたので、味見ください。で、ちょっと動画が上がってるので、ちょっとこれをまずは見ていこうか。お、しかもレジェンド隊の方やね、これ。レジェンド隊ということは、結構、画面これ見やすいかちょっとわからないけども、まずは1枚目。これなんか他人の実況するのなんか、すごいこう、違和感がすごいけども、これ音とかどうやろうね。まあまあまあ、とりあえずまあいいや。おお、まずはアブドドルワをやっていく。まあ、こう言って、クラガドール出していく。小賢しいな、この白発がよ。ね、コッコルピア捨ててコッコルピア出すと。ちょっと見づらいかもしれないけど、そこはちょっと勘弁してほしいな。よくね、焦点を合わせて、目ん玉をかっぽじるんだよ。まずは1枚目。これ相手ガーディアン構築やね。そしてここでバゲルハゲガイザーを召喚するのかな。バゲルハゲガイザー召喚。潮流を呼び起こす。ペーン。バゲルハゲガイザー召喚して相手アクアサーファーで中立オタクを見るのが俺の趣味なんだ。中立オタク出して3枚ドローしていく。アクア、ソルガーラ、小賢しいな。そしてバゲルハゲガイザーの効果、多分トットピッチ出すんかな。トットピッチをいけねえにして、トットピッチ、小賢しいな、これ。トットピッチ出して、さらに、ギガランド、ゾンビランドサガか。で、ゾンビランドサガはスピードアタッカーを持つと。我らが司るその世界の果て、小賢しいな。バゲルハゲガイザーから攻撃することによって、運命を見出すことができるということか。現れよ、小賢しいな。しかも小賢しいな。相手のシールドバンバン削れるぞ、これ。さらにブレイク。さらに、コッコルピアのシールを殴っていく。だからシール、なあ、これかわいそうやね。ホーリースパークをここで打つしかない。だからこれは多分相手リタイアかな、これは。これリタイアの一手やね。いやー、5ターンでバチラが決まるっていうのはなかなか素晴らしいね。で、今見てもらった通り、まあ、その、ドラゴンのバジラ構築というものが、まあ、今までこう6ターンで決まるというものが、もう5ターンで決まる世界になってきたと。で、その速攻のアストラリーフの構築とか違って、その速攻でね、5ターンで決められるっていうのは、もうもはやビートの領域を達してるということで、非常にこう、手堅い構築なので、ぜひね、皆さんにこのデッキを使っていただきたいんやけども、まあ、デッキをね、軽く紹介すると、松ぼっくりが2枚、コッコルピア4枚、トットピッチが4枚、ゾンビランドサガが4枚、リバースチャージが2枚、ゾルベール4枚で、グリギアギオエが4枚、アブゾドルバ1枚で、ボルテールドラゴンが4枚、ハゲが4枚で、ジオブリード2枚で、私の名前を呼んだか、決着をつけようが3枚採用、そしてバジラが1枚採用で、あ、じゃあボルメテス2枚か。ボルメタウス2枚で、バイラステンペストが2枚と。で、まあデッキをね、こう見ると、まあドラゴンの枚数というものが、マルル、トットピッチ、コッコルピア以外のカードはすべて、あとリバースチャージか、すべてドラゴンであると。
なので8割以上の確率でバゲルハゲガイザーからまあドラゴン出せるということなんで、基本的にはドラゴンが出せると。特にバゲルハゲガイザーからボルメテウスとかね、バゲルハゲガイザーからジオブリードとか、もういろんなこうパターンで強いまあデッキなので、やっぱレンドラーねめちゃくちゃ強いから、ぜひこれを機会にまあこの構築をやっぱ参考にして、まあぜひともね皆さんには作ってもらいたいなと思うんやけど、ちょっと SR の枚数がちょっとだけ多いんやけども、まあでも作れない範囲ではないと思うので、まあ毎日のミッションとかストーリーモードをクリアしつつ、ぜひねこのデッキが参考になればね作ってもらえばいいかなと思うんですが、この動画がね面白いなとかね参考になったとかね思った方は、チャンネル登録と高評価ねよろしくお願いします。さあインキャラメガネに遭遇していく。ちょっと今日もねだいぶ久しぶりのデュエマプレイスの、動画になるんやけども、まあ先日3月30日5日前にデュエマプレイスのまあマスター隊に到達したんやけど、だからバゲルハゲルガイザー瀬戸内寂聴のお坊さんチンチンほくろマシン引くなよ。ここはまずは1枚目で、まあ、今回まあ使っていくのはこのコッコルピアとか、それからトットピッチを生かして 3C レンドラをねこう起動させていくと、まあそういうような構築なんやけども、まずは1枚目いいね。でコッコルピアを展開すれば4ターン目にバゲルハゲガイザーが展開できると。なおかつトットピッチもあるんで、バゲルハゲガイザーの、速攻の小賢しいね。おいお前もだからそういう小賢しいことすんなよお前。ピンポイントに狙ってくるのはほんまに小賢しいな。まずは1枚目現れよトットピッチ召喚。まあゴーストタッチでとあのコッコルピア取られたっていうのは正直運ゲーの極みやと思うんやけども、なんかその程度で私を追い詰めたと勘違いするのはやめてくれよ、このほくろマシーンがよ。まあ私に勝てるというか、まあハンデスやから、しかも相手 4C っていうのがワンチャンボルコンか。でもバジラやねこれ。まあ新環境というかね、今のその環境にはやっぱアストラリーフというものがまあ派遣小賢しいで派遣を取っているわけない。おいいね、リバースチャージャーによってコッコルピアを戻せるじゃないか。まずは1枚目見せてあげるよ、今までの仕返しを見せてあげるよ。コッコルピアを戻すことによって面白いことが次のターンからできるからね。だから正直バゲルハゲガイザーね単発出しても面白そうやけども、小賢しいだこいつ、小賢しいなさっきから。ここ小賢、もう許さねえからなお前ね。ボルメテウスまでも処理したか。なかなか私に対する暴虐の反逆をの罵しを上げてくるじゃないか。これな、1枚バゲルハゲガイザー捨ててコッコルピアとトットピッチの効果によって地獄を見せるのもありやけども、まあでもバゲルハゲガイザーのがまあ優秀性はあるか。まあいいや、ここで潮流を呼び起こす、潮流を呼び起こす、ピーン。このカード単発だし、今の環境にバジラミラーは結構珍しいな。だから小賢しいね。いやでもマジで今の環境こういうバジラの構築のミラー戦というものはもう本当に珍しい。潮流を呼び起こす、お坊さんチンチン出していく。ネモハードやめろよな、小坂。おいもうお前コッコルピアばっか取ってくんなよメガネがよ。おいいね、ゾルベールを呼ぶことによって私の魂は次元の終止符へと未来を放つ。いくぞ、まずは1枚目。恐怖の最中に私は生きる者を助ける、我は暴風竜ベルドラだ。ここで戻すカードをどっちにするかないけども、ボルメテウスかバゲルハゲガイザーないけど、まあさすがにボルメテウスが強いと。私の名前を呼んだか、決着をつけよう、我らの力を見る、ピーン。このデッキの強いところはそのドラゴンがすごい多いから、バゲルハゲガイザーがほとんど確率的には 80%90% 確率で呼ぶことができると。に見せてあげるよ、終わりなき世界の果てまで。完全小賢しいなこいつ。だがバゲルハゲガイザーのマウントを取ることはできなかった、それは世界の使命であるんだ。現れよ、私の名前を呼んだか、決着をつけよう、決着をつける。ここで決着をつけるぜ。しかもこのカードが攻撃することにドラゴン確定で
引くと。見てろお前ら、行くぞ。我らが司さだから、今さら引くな鳥貴族がよ。おさかしいな。まあでもまあ8分のね1というか、まあ今の小数点を引いたら次のターンには絶対ドラゴンを召喚させてあげるよ。ただバイラステンペストを処理するかどうかはね、ハンデスが結構多いから、そこをどういう風に、おさかしいことすんな。うわこいつ小さかしい、マジで。そういう、おさか、小さかしいな。これどうしようかな。いやこれねすごい難しいよね。バイラステンペストで一気に行くのもありなんやけども、デーモンハンド来たら負けなんで、焦らずゆっくりと攻撃していくとするか。このターン7コス何も動かないというのは弱い動きに見えて、バゲルハゲガイザーの効果によってデッキからボルメテウスを特殊召喚できれば、私は7コス分の動きをすることができていると言っても過言ではないので、見せてあげるよ世界の終焉の猛火というものをな。行くぞドラゴン、行くぞドラゴン。ボルメテウス出るか見てよ。にゃっ貴様など許しはしない。いいね、現れよ。ピーン、おい、これでドラゴンが2枚残っているぜ。こっからもう多展開していく。多展開式から得られるものは2等辺。お前小賢しいな。私のバイラステンペストを2枚除去しただと。だが無駄なあがきだということを教えてあげるよ。ゾルベール召喚。このカードが召喚された時、デッキに潜っているドラゴンクリーチャーを戻すことができる。その点から出るものは何だ。バイラステンペスト、今こそ復旧の時へもう導きとする。だから進化クリーチャーでもリスクがあるか。バゲルハゲガイザーもありやね。バゲルハゲガイザーを戻させてもらうぜ。昇竜を呼び起こす。ドラゴン来るよ。面白いものを世界の終焉の猛火としてお前に見せてあげるよ。終わりにしようじゃないか。ん？なんだ？終わりにしようじゃないか。これで終わりにしてあげるぜ。現れよ。モンスターズインクのあの緑のやつのうんこ。なあこいつ、小さか。おいお前、ホーリースパークおばさん撃つなよお前。メガネ割るぞ。小さこいつ。でも、まあバジラを突破することはできないからね。所詮時間稼ぎに尽きないんだよ。いやこのやっぱバジラのデッキというものは、この圧倒的なる火力の高さというものが恥ずかしいだ。無駄なあがきだということがまだ分からぬか。さらなる地獄を見せてあげるよ。バゲルハゲガイザー4体目現れよ。昇竜を呼び起こす。朝昇竜召喚。ペーン。そしてバゲルハゲガイザーの効果によってな目覚めよ。バゲルハゲガイザー地獄を見るんだお前は。おいやばい、だからお前運ゲーだから運ゲーするな。このハゲチョビがよ、必勝。この江戸時代のちょんまげみたいな動きしやがってよ。バゲルハゲガイザー盤面に3体、えぐいな。しかも私の手札にはもう1枚のバゲルハゲガイザーがある。小さかしいな。そんなイソギンチャクのね梅干しみたいなカードで私に勝てると思うんじゃないよ。まあ6マナ6コストではさすがに処理は厳しいか。これはかざかしだ。ゾルベールシステムなお、バゲルハゲガイザーというものは運命すらも凌駕する。その力を得るものは私に対する暴虐の力なんだな。小さかしいだ。バゲルハゲガイザーちょっと4体出したかったわけ。やっぱ強いね。